そう、さっきツイッターあげました。ただいま。そう、あのね、さっきお天気に行ってきました。初めての。楽しかった。お天気お姉さんしてきた。ちょっとお湯沸かしてた、ごめん。ああ、うるさいうるさい。そう、あっつ、びっくり。はい、お湯沸かしてた、ごめん。お湯沸かしてた。楽しかった。ツイート見た？さっきツイートした。さっきツイートしたばっかりだよ。リプしたよ。リプ見たよ見たよ。そう、さっきね、広島駅で天気お姉さんしてきました。そう、お天気お姉さん、さっきしたいよね。見た？なんか今日あんまり可愛くない。顔が、今日メイクが変。今日メイクおかしいんですよ。髪型もおかしいし。こんばんは。今日マジで可愛くないし、髪の毛やばいし。いつも通り、いつも可愛くないってことですね。今日は全然可愛くない。なんか全然可愛くないんですよ。さっき、今日マジで可愛くない。本当に可愛くない。マジで本当に今日なんか疲れた顔してない疲れた顔してない。今日疲れた顔してる。疲れた顔してない？なんか疲れてないんだけどね。今日猫の日だよ。猫の日。猫の日だよ。今日は。昨日の方が可愛かったくない？じゃあ昨日とさ、昨日と今日と比べたら昨日の方が良かったでしょ。顔ライブ終わりだったからかな、分からんけど。こんばんは。なんかこの髪の毛がね。ツイッターさっき見たよ。お、ありがとう。そう、猫耳結局買ってないんですよ。
予定よりちょっと遅く終わっちゃって、あのお天気が多分わからん、時間見てなかったけど、ちょっと買いに行く元気なくて、エアー猫ヒゲ描こうダメ、あとでレッスン、これからレッスンあるんだよ私。モフモフみたい、モフモフ猫、これが猫これが猫、猫猫です。配信は何時までだろう、9時とかかな、これも決まってないけど1時間しようかなって。明日3時間目から行く、待ってます。1時間目からもうメイクしとかんとね、ちょっとやけね。ツーショット楽しみ。宿題配信もせんといけんね。楽しみだ。ツーショット来てね。5時から配信しないよね、多分5時からも配信しない、そんな早くなくていい。あちい、5時からしない、5時からしないよ。そう、明日握手会だね。何着よう、まだ服決めてないよね。何がいい、服何がいいと思う？何がいいかな？こんばんは。そう髪型も自分でやるから、何しようかな。何でもいい、本当？何回か着替えるの、着替える時間があれば着替えたいけど、どうだろう、着替えないかも、わかんないわかんない、どうだろうか。ツイン？じゃああれだね、ツーショットの時だけなんかする。今日はちなみにモコモコの服を着てます。モコモコの猫、猫ってことで、そう昨日の髪型可愛かった。昨日はライブだからね、自分でやったんじゃないんだあれ。レッスン着、レッスン着普通だよ、さっき普通のロンティーにって感じ。何猫が好きですか？猫あんまり詳しくない猫あんまり詳しくないよね。猫、茶色か黒の猫が好きです。茶色か黒の猫ちゃんが好き。私も犬派なんで、犬飼ってるけね、犬派なんですよ。犬派そう思うメールでね、メールでさ、メールで45分間ショールームするって言ってたんやけどね、ちょっと早くした、ごめん。
今日のテレビ中継どうだったの？見てないの？見てないのか。あり。DSS だから、そっか、広島以外見れないのか。そっか、楽しかったよ、すごく。ファンの人がね、明日握手会っていうのもあって、ファンの人がね、いっぱい寒い中すごい来てくださってて嬉しかった。今日面白いこともあったよ。面白いっていうか、すごいなんか、まあねって感じの子供あったけど、言わんとくは。そうそうそう、いろいろあったけど言わんとくは。いきなり来てびっくりしたやろ。びっくりした、びっくりした、びっくりしたよ。あとね、今日あれ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 、パン、今日ね、今日レッスンがあったんだけどね、スタジオのあのロケの前に、あ、お仕事の前に、お仕事の前にね、あったんよ、レッスンが、スタジオの。そのね、その時にね、あのみちゅと一緒に今日お仕事、みちとゆらちゃんとお仕事で、ゆらちゃんはね今日レッスンに来てなかったんだけど、あれあれ、みちと一緒にね、集合場所に行く際にパン、お腹空いたからパン食べようって言ってパン食べたんですよ。3個買ったんですよ、パン。チョコとデニッシュパンみたいな棒のシュガーパン、デニッシュパンとチョコとチョコのパン3個買ったんですよ。でなんかゆらちゃんがね、あ、それでまあパン食べて、みちもパン食べて、1人で3個買ってて、でもなんかまあゆらちゃんと合流して、ゆらちゃんお腹空いたって言うから1個あげました。そうそうそう、ゆらさんね、パンありがとうございます、パンもらったっていうメール送っちゃいました、大丈夫ですかって言うけど、もう全然大丈夫だよと思って。そうそう、ゆらちゃんがお腹すいたって言うから、何も食べてないって言うけ、パンあげた。そうそう、美味しそうに食べてた。うん、お腹空いてたんだって、ゆらちゃん。うん、菅原さん、そばそますみたい。嬉しくない。嬉しくないんだけど、でもなんか、そうそう、お腹空いたって言ってて、さっきパンしか持ってなくて、パンでもいいならあげるよって言ってあげたけど、そうそう、すごい、さっきさんの好きな方を選んでくる。2個あったんよ、さっき1個食べちゃって、で2個あって、ゆらちゃんが「どっちならいいですか？」みたいな言うから、「いやー、さっきは別にどっちでもいいよ」って言って、そうあげました。可愛かった、食べてるところが。そう、可愛かったよ。いい話でしょ。そう、ゆるちゃんにあげました。ただでプレゼント、ただも何も、普通にあげた。そう、さきがね、食べたかった2つのパンだったけ、別にどっちでもいいよって言ったら、美味しくいただきますって言ってた。変わる、
でそこでパン食べたんですよ、3人とも、みちもさきもゆらちゃんも。でねでね、その後にその広島駅着いて広島駅着いて3人でまたパン食べたんですよ。今日マジパン食べすぎてもうさきやばい、パンになりそうだった。そう、3人ともパン食べて、ゆらちゃんもさきもいちも食べて美味しかった。そう、うん、そうまた食べた、美味しかった、パン好きなんですよ。うん、うん、美味しかった。ご飯よりパン派なんかな。そうかも、あんまりご飯は食べないかもね。パンが好きです。こんばんは。そんなに好きならパン作ればいいのに。確かにね。さっき、明日は一日よろしくな。ありがとう、来てね。今日のお化粧かわいい。本当？今日あんまり自分の中では全然気に入ってないこの顔。ありがとう、でもそう言ってくれるの嬉しいです。ありがとうございます。さきちゃん、米食べてるのあんまり見ない。そう、昨日のお弁当、あの配信最後の10分ぐらいの配信もの時のお弁当を食べてた時も、あのご飯は食べなかった、おかずばっかり。おかずしか食べてなくて、そう、あんまりご飯、お米を食べないんですよ。好きだけどね、好きやけど、お米あんま食べなくて。そう、そうな、お米食べんといけんの分かってるんですけど、なぜ食べない？欲しくないから。欲しくないからかな。でもお寿司は食べる。お寿司は食べます、美味しいから。上のご飯じゃなくて魚が美味しいからさ。米は太る、でもパンも太るよ。今日マジパン食べすぎてほんと反省してる。正直マジでやばい。明日やったら撮できる。ジンくん、ジンくん明日来てくれるの？待ってる。顔がちっちゃくなってる気がする。本当？嘘。まあお菓子食べてないっていうのもあると思う、多分ね。お菓子も食べてないからね。偉いでしょ。ちょっとぽちゃがいいのだ。女の子はね、太りたくない人なんですよ。だからそのぽちゃでも嫌なんです、私は。うん、お天気知ってたら言ってた。来てほしかった。頑張ってたよ、菅原さん。顎とほっぺのラインが、ほんと？お仕事でケーキは OK。 そう、お仕事でお菓子を食べるのはちょっと食べます、リアルに。お仕事減るの嫌なんで。お仕事減るの嫌なんで、お仕事の時は食べます。痩せた？わからん。わからん。
なんで？なんで？髪型だけでだいぶイメージ変わるね。今日も言われた、ファンの方に。さっき前髪切っていい感じになったねって言われた。ありがとうございます。そう、受験、お仕事関連のものは食べますよ。そう、限定ケーキねえ、さっきもスタジオのケーキ食べたいよ。スタジオのケーキ食べたい。スタジオのケーキ食べた？みんな食べましたか？嬉しいことにね、スタジオは一番に売り切れるという嬉しい報告もいただいて、そう、スタジオのねケーキがあるんだけど一番になくなるんだって。嬉しいありがとうって感じ。食べたい先も、そう、売り切れなんだって。なんか平日は個数も少ないらしくって、休日の方が多いから、ぜひ行ってらっしゃいそう、ヘッドホンのマカロンはいちご味ってみちゅが言ってた。でチョコもなんかめっちゃ甘いとかじゃなくて、ちょっと大人の味。みんなも食べて、さきが食べる前に食べて。食べたい先も、あれ食べたいな。明日行く人多そう。確かに、うん、食べてみて、ぜひ。さきが食べる前に食べてください。食べたいけど、今日はみんなが食べてから食べますね。今日前髪良きじゃない？前髪はいいけどさ、後ろがちょっと、ね、今日なんかあんまりうーんさっき今日の顔無理、もう見たくない、目つぶって配信する今日なんか顔がいけんわ。メールの写真良き？メールなんか送ったっけ？メール今日送ったっけ？送ったっけ？送った。送ったけど、昨日の顔と違うところは、多分メイクが濃いか濃くないかかな。多分。明日もハーフツイン。さっき自分でハーフツインできない。できないよ。下手くそやから。自分の髪の毛ってできなくない？うん、今日あんまり可愛くない。昨日の方が、昨日ライブだったけんさ、メイク濃かったんよ昨日多分。じゃけね、そんな感じに思うよみんな。あ、違う、さっきが赤。薄いメイクよ。普段は薄いんだけど、ライブの時はね、汗かくからさ、ちょっと濃くしといたらちょうどないよ。そのカップパッと見たらケンタッキーに見える。確かにケンタッキー行きたいな。やばい、最近っていうか、すっぴんかわいい。かわいくないよ全然。普通なんか盆栽みたいな顔してるすっぴん盆栽みたいな顔してるから
あんまり見ない方がいいよ。そうそう。盆栽顔。盆栽みたいな顔してるじゃん。メイクしてない時。盆栽みたいな顔してるんよ。苔が生えた顔。苔が生えたような顔してる。今日みたいな日は枝豆みたいな顔してる。何もない。特徴のものがない顔してる。枝豆顔。今日は枝豆です。うん、リップ塗ってくる。目が届かない。危ない、ネタバレしよった。ネタバレしようと危ない。明日、明後日のネタバレしよった。危ない。危ない危ない。危ない危ない危ない。危ない危ない。ほんまに危なかった。危な。危ない危ない。明日の、明後日の公演のネタバレをしよった。もうちょっとで。危ない危ない危ない。危ない危ない。もうやめてよ。危ない。セーフ。分かんなかったでしょ。セーフセーフセーフ。危ない。セーフセーフセーフ。よかったよかった。歌ってたじゃん。でも分かんないでしょ。当ててみて。曲分かんないよ。セーフ。危ない。本当に危なかった。ギリギリセーフ。よし。危ね。もうちょっとでネタバレするとこだったぜ。危ない。本当に危ない。やめよう。本当にさ、ネタバレはやめようよ。ネタバレするの本当やだ。だってね、そんなんさ、毎日踊っとったらさ、歌いたくもなるやろ。今日でもずっと踊っとったよね、あのロケで。危ない。本当に危ない。よかった。よきよき。まあいっか。遠いな。いい曲？うん、いい曲だよ。ふん。危な。本当に危ない。よかった。そう、復習してたらちょっと声に出た。声に出てしまった。まずいまずい。シーですね。シー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 や。ん？出航？出航じゃない。出航は歌っても良きじゃない。船はまっすぐ進むよ、彼方の水平線、さあ未来を探しに行こうか。違うよ。出航は違うよ。ネタバレはダメですよ。明日は握手会、明後日は公演。さっきの歌声めっちゃ好き。ありがとう。
船沈没しませんか、ひどい。しないよ、しないわしないわ。えーれおもれが岡山弁な。出航いい曲聴いてる。出航原点内緒、あさって来た人のお楽しみ。ドキドキで寝られない。えー、さっきも明日めっちゃ楽しみ。明日も明後日も楽しみだ。楽しみしかない。初見です、こんばんは。早く出航、早くライブで聞きたいね。さっきも出航とか原点とか早くね披露したいけど、まだやな。毎日聞いてる、ありがとう。書きおこうまそう。記憶どこあった今原点いいよね。原点ってさ、ちょっと雰囲気シンドバッドに似てない？雰囲気似てない。1時間目眠い顔で来るかも。えー楽しみ楽しみだ。今日可愛くないから、本当に今日も可愛くない。明日早く社会始めていきます。え？え？嘘だ。本当？出航毎回曲だめに泣きそうになる。いい曲よね。出航マジでいい曲だと思う。さきね、原点は欅坂っぽい。え、そう？制服の重さの方が欅っぽい、欅坂さんっぽい気がする。違うかな、原点の方がっぽい。ピース。明日行ってもいいですか。えー待ってます。明日握手会出航します。おお待ってます。おはっきーが言える。確かに確かに確かに。明日はね29番レーンよ。肉のレーンです。焼肉しましょう焼肉しよう。ん、え、筋トレするとき STU の曲を聴きながらやってる。えーありがとうございます。筋トレしてるの？さっきも筋トレするよ。腹筋じゃなくて、何これ、何かな。腹筋もするし背筋もするし、いろいろするよ。ジュージュイ握手会レーン焼肉焼いてますって言ったらおもろいよね。思わん？あ、腕立て伏せもやってる。にゃん、今日は猫の日ですね。猫、焼肉のタレ。お腹の傷痛くないの？もうでもだいぶ2ヶ月3ヶ月ぐらい経ってるから全然もう痛くない。初見です、はじめまして。はじめまして。ツインテールさっきどこ？昨日でもツインテールっていうかハーフツインだったんですよ。もうやらない。もうやりません。でも。やらないって言うのは嘘だけどやらないのは嘘だけど、あれはやる。あの配信が入ってない時はやりますよ。うん、そう、配信が入ってない時はやる、そう決めてます。配信が
入ってる時はやりません。恥ずかしいので猫耳にしてほしかった。そんなキャラじゃないもん。にゃーとかいうキャラじゃないもん。さっきがにゃーって言ってもどうもならんでしょ。だってそこをなんとかやだ猫じゃない。でも猫耳買おうと思ったんですけど買えませんでした。こんばんは。にゃーは恥ずかしい。でも別に恥ずかしいとかじゃなくってそういうキャラじゃないそういう可愛いキャラじゃない。可愛く言ってみて。言いません言いません。言いません。言いません。今日朝いっぱい言いましたね。朝配信見た人は知ってるよね。言ったよね。いっぱいね。塩対応、塩対応ですよ嘘。握手会は結構塩ではないはず。自分で塩だとは思ってないです。かわいい。本当違うわ。かわいい。かわいい。そうそう、夜配信の分までのにゃーを言いました。今日朝配信ではしよう。太陽でいいよいいよ。最近っていうかなんか最近っていうかな、エゴサでね、エゴサしたらさ、なんかちょっと話が盛られてることばっかり書いてる人がいて、おーってなってる最近。そう、まあいいんだけどね、別に構わんけど。おお、出なってる構わんけどね。あ、青影が好きだから最近って。アホじゃないよ、全然アホじゃない、天才だ。いっぱい新しいアイテムが出てる。猫の日だからでしょ。ありがとうございます。そう、 YouTube で見てください。私のニャーは今日の朝配信で言ってます。ニャー聞けないのか。そう、言いません。明日じゃ意味ないのか。今日でも配信で言いましたよ、朝。ドド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 。わかんないでしょ。わかんないでしょ。あぶね。わかんないでしょ。でもいいよ。わかんなかったらいいや。わかんなかったら、わかんなかったらいいよ。よきよき。わかんない。言わない？ありがとう。わかんないでしょ、でも。これで分かった人、天才だよ。なんとなく分かった。絶対分かんないよ。
絶対わかんないよ今のは。本当？絶対わかんないよ。何も聞いてませんね。何も聞こえてない。何も聞こえない。私の声は聞こえません。でも無意識で歌ってしまうぐらいなんですよね。そう、英語読めんかった。ソーフィグト。ソエフィグト。英語読めない。エビカニクスだろ。そうだよ、エビカニクスで、エビカニクスで、エビカニクスで踊っちゃおう。エビカニクスで。昨日ゆめりんに、ゆめりんがね、喋るたびにみんながゆめりんのこといじってた。ゆめりん強制してるのって。ゆめりんね、今日公演前のあゆみにも会えたから良きだった。そう、ゆみりん最近矯正始めたんですよ。それでなんか矯正始めて、でなんかいじり倒した。いじり倒しました。そう、歯抜いてる。そうらしいね。なんか言ってた。ゆみりん喋りにくそうだった。すごく喋りにくそうだった。そういう意味に滑舌悪くなってた。確かに確かにね。でも全然余裕そうだったよ。痛いって聞いたらちょっと痛いって。でね、公演の時にね、あ、言ってた。公演の時すごい綺麗に抜かれてたね、一気に4本抜いたって言ってた。上も下も、顔がちっちゃくなりそう。ゆみりんあれよりちっちゃくなったらほんと困っちゃうね。すごいよね、一気に4本抜くんですよ。天才かと思った。ねえ、さっきも矯正したい。29万人待ち合わせやで。あにゅカノンちゃんとめっちゃ真似してる。今日も可愛い。今日は可愛くないんですって。だからこんなに苦しい思い生まれてから初めてな。さっき割と綺麗じゃない。ね、歯の意外となんか歯の並び綺麗って言われるけどね、よく見たらそうでもない。早く何したいって。顔見るたびにつまあ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 しょうがないよ。さっきはその性格を何？性格見せて。握手会で見てください。雨降ってる？いや降ってないとか言いながら全然見えないんだけど。生協？生協とは何でしょう。垂れ目して。垂れ目ってどういうこと。垂れ目、整形。え？何のこと。垂れ目がいい。垂れ目の女の子かわいいよね。確かに。矯正？
最近さっきのカニがエビ中の柏木ひなたに似てる、個人的に思った。あってなっちゃった。インプラントにするの？ん？インプラントって何？何それ？わ、めっちゃお腹すいてきた。やばい。さくらんぼ7個食べたい。エビチューさん知ってるよ。知ってる。ミュウミュウみたいな声の子がいるところ。今日は猫の日。そう、猫の日なんですけど、猫耳がなくて。猫耳ないんだ。ツイッターにはね、猫になった写真はあげたけど、猫耳ないんだよ。犬派だから。犬派の人間はね、猫耳を持ってないんですよ。そう、初見です。それ、そのコメント2回目だよ今日。即保存した。本当？猫の日だからドラえもんの真似して。僕ドラえもん僕ドラえもん。ドラえもんはもう青くならないとね。布団から出たね。そうだよ、布団は今畳んでます。ウインクもできない。僕ドラえもん、のび太くん、しずかちゃん、ジャイアンだよ。ショートカットにしたいよ。髪切りたい欲がすごい。髪切りたいよ。何も道具が出てこなそう。出るよ。てれてててでーん。てれてててでーん。割り箸のあの紙。割り箸の先についてある紙。ほい。髪は染めないの？染めないかも。黒がよくない？変。黒やだ。やだですか？ゴミくれてありがとう。ごめん。何やだしてほしい？じゃあ。てれてててて。てかのんちゃんからもらったミニオンのカップラーメン、イエーイ。コロッケ食べたい。スガパラ、何？染めるの禁止じゃないの？禁止なのかな、よくわかんない。いずれは染めるだろう。確かに。何色に染めるだろうか。まだ食べてないの？そう、食べてなくて、
賞味期限もまだ結構長い気がして、わ、賞味期限ってどこに、あ、ほら6月4日まで食べれる。女の子に振られたんですけど、え、ゆしともくんと2人で頑張ってください頑張って。そう、これバナナの匂いがするカップラーメンなんですよ。かのんちゃんが買ってきてくれて、ユニバに何色がいいかな、染めるなら。でももう無難に茶色の方がいいと思いません？チューの口して、やだやだ恥ずかしい、やりません。赤とか青とかどうですか？青、何色でも好き？本当？嬉しい。でもね、なんか今日メイクさんがね、教えてくれたんですけど、メイクさんが髪の毛を緑にしたいからって言って緑に染めてたんですよ、前まで。したらなんか一回金髪にすると入りやすいって言ってた、色が。金髪？と思ってうーの口して、うーうタコの真似して、そう、なんか金髪にしたらね、髪の毛色が入りやすいみたいなことを教えてくださって、へえと思った。ペットボトル飲む口にして。ペットボトルは基本ストローがついてます。嫌なこと、やりません、恥ずかしいです。大好き、先も大好きだよ。たまによくやってるよ。今日もロケ中ずっと変な顔してた写真撮られてなくてよかったと思って。今日はね、夜遅くの配信はできんけんね、ごめんね、ちょっと用事があってできないんですよ。なんかさ、久しぶりにね、雑巾絞りをやるとめっちゃ気持ちいいんですよ。あ、腕の腕のよくやらなかった、ちっちゃい頃とか。なんか腕のさ、雑巾絞り、握手会で大好きって言って、あ、いいよ、握手会でならいいよいいよ。そう、腕の雑巾絞りってめっちゃ気持ちくて、痛くなくて全然。アリちゃんにやってもらったんですよ。アリちゃんぐらいのね、力加減だったらすごい良きで。違う違う、そういう M とか S とかそういうじゃなくて、普通にめちゃなんか皮膚が伸びる感じですごい良きなんです。ぜひやってもらってください、誰かにそう、みっちゅの腕、みっちゅの話はしてないかな。そう、アリちゃんぐらいの力でやったらね、すごいいい気持ちいいんですよ。やけんね、たまにやってもらってる。で、アリちゃんのまさきがやってあげてる。握手会で強いって顔して、あ、握手会ならいいよ握手会ならね、ショールームではやらない。ショールームは可愛いことはやりません
そう、久しぶりにね、ちょっとこうやって腕をね、こうぐるぐるってね、回したらね、やばい。やばいやばい。ちょっと待ってね。ちょっと待って、違う違う。充電じゃなくて。電話かかってきた。切っちゃった。切っちゃった。大丈夫かな。切っちゃった。やば。大丈夫かな。どうしようどうしよう。どうしよう。学校から電話かかってきた。閉めちゃったドア。閉めたらすごい暗い。よし、オッケー。ただいま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 。猫のつもり猫のつもりです。明日握手会行きます。ありがとう。そう、猫のつもりです。これやっほー。明後日行く。お、公園。ありがとう。でも先じゃないでしょ、みちゅでしょ。猫のつもり、猫、猫です。これは猫、猫です。これは明日も明後日も行くよ。待ってる待ってるね。猫のつもり、猫のつもり。猫に見えてきた。本当？猫。弱そうな耳。弱そうな耳だ。迎えに来てください。迎えに来たい。ぴょんぴょん。猫。
ぴょんぴょん。にゃあ。お、ほら、手猫みたいじゃない？肉球があって。圧倒的犬派ですけどね。圧倒的犬派です。にゃあ。ワンツワンツワンツ、ほいほいほい。かわいい。これ意外とここがね硬いんですよ。はっ。送別会に戻ります。お、いってらっしゃい。にゃ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 。おてて、生まれ変わるならでも動物になりたいかも。楽そう。ちょっと待って、先生とちょっと先生にメール送る。ちょっと待って、ちょっとメール送ります。先生にごめん、ごめんね。先生にちょっとメール送ります。ごめん、みんなにもメール送るけど、みんなにもメール送るけど、ちょっと先生にもメール送る。ちょっと待ってね。光合成の声だって連れ出して、強い日差しも浴びたり。うん、怒られてないよ、全然。そういう感じじゃなかった、全然。全然。留年かな。うん、留年かもね。そう、学校の連絡をちょっとします。みんなにもメール送るわ。先生にもメール送るけど、みんなにもメール送るね。あと今日は4通送ります。タタ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 、切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいないよ。風を待とうこの岬で、もう少しで春は来る。ちょっと送るわ、待って。ごめん、めっちゃ歌ってた。送ります、送ります。はい、送りました。すいません。はい、送りました。メールを待つ。メール読んでる。メールも送らなきゃ。みんなのみんな宛てのメールも。さっきのメール好き。本当？ありがとう。嬉しい。嬉しいな。読んでくれてる人がいて。I can't stop loving you. 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても。
そう、動く耳だよ。ウサギじゃない、猫猫猫です。これは今日は猫、今日これは猫。猫です。すがらは今日は猫です。猫ちゃんです。猫っきーです。猫っきー、化け猫です。化け猫、猫。猫にしか見えん。ほんと？猫なら語尾ににゃをつけましょう。嫌です。嫌です。それは無理。へえ、みーちょから LINE が来た。みーちゅー、羨ましいでしょ。みーちょから LINE が来た。揺れる、ちょっと揺れるけど許して。揺れるけど許してね。みーちょから LINE が来た。ストップして、うらやましい？みちょから LINE が来るんだよ。いいでしょ。まあ、一応メンバーだからね。私も一応メンバーだからさ、 LINE 来るよ。さっきから LINE が来ん。送ってるのに。送ってるのにな。猫が押して嫌だ。一応アイドルだからさ、さっきも。羨ましくないの？そうか。ドド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 それなでしょ。みちゅにね、この間みちゅが誕生日だったじゃないですか。みちゅの似顔絵描きました。見ます？みちゅの似顔絵、みちゅに似顔絵描いてあげたんですけど、見ます？それをね、 LINE で送ったんですよ。みちゅ見る？みちゅ、今村美月です。みちゅ送りました。ちゃんとピースもしてていい感じなんですよ。わーいててのみちゅが。そう、名前書いてるのずるい。今村、そう似てるでしょ。モバイルに来る？来ない、行かない。みちゅにしかあげてない。どう見てもみちゅ、確かに名前書いてるからね。あっ、この名前を普通に変えたら誰にでもなるけど。みちゅの感想、みちゅに送ったんよ、その画像を。誕生日おめでとう。その時みちゅなんかしてて、なんかしてて、なんかみちゅに、みちゅ お誕生日おめでとう、頑張ってね、これからも、誕生日だから似顔絵を描いたよって送ったんよ、画像。ありがとう嬉しいって来た。ありがとう嬉しい、感動しかないっていう言葉をもらいました。全然感動されてないと思って。そう、みちゅ優しいからね、嘘でもちゃんと言ってくれるんですよ。僕も書いてほしい。いいよ、書いてあげる。
書いてあげますよ、いくらでも。みーちゃん優しいからさ、何でも何でもね、いいよって言ってくれるから。いいよっていうか、そのさっきが変な顔描いてもいいよって言ってくれるからね。そうだよ、みーちゃんが優しいだけだよ。さっき本当に多分マイキューよりは上手な絵を描きますからね。でも前髪分けると変かも。じゃあ15分になったから、そろそろ先も終わろうかな。私も書いていいよいいよ。どれぐらいで書けるの？3分あれば書けます。そう、じゃあ壇上を読みます。13位やすさん、11位ふくちゃんすさん、9位達也さん、7位こむちぃさん、5位まさとしさん、ありがとうございます。12位スエンさん、10位バンジャロモンスターさん、8位ミッチーさん、6位ロコポコさん、4位あ、変わった、変わったわ変わった。13位ヤスさん、11位フクチャンスさん、9位タツヤさん、7位コムチンさん、5位トニさん、ありがとうございます。12位スエンさん、10位バンジャロモンスターさん、8位ミッチーさん、6位ロコボコさん、4位マサトシさん、ありがとうございます。ありがとう。もう終わり？うん。3位チロさん、2位小賀屋さん、1位がトウイさんです。ありがとうございます。ギフトもありがとうございます。ということで、夜配信ありがとうございました。明日は握手会なので、ぜひ来てください。1時間目から来てくださいね。ショールームのフォローもよろしくお願いします。レッスン頑張りがとう。ではまた明日会いましょう。29番レーン肉のレーンなんで間違えないでねじゃあ